の全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。こちらの方は、超究極バランの、第1体編成でございます。まあ、なるべく編成難易度を下げて、まあ、皆さんがねちょっと持って組みやすいかなって思うような、編成を作ってみました。でシンドバッドと、ネフティス、まあ、ちょっとノンノアルファに関してはちょっと期間限定のキャラクターになるんで、まあ、代用できるキャラクターは、重力のブロックのキャラクターであれば全然代用できると思います。で基本的にやっぱり、第2体積んだ方が、攻略はかなり楽になります。でその場合は、どうすればいいかって言ったら、まずシンドバッド、まあ、どれか削るかな。でアンチブロックの貫通重力のキャラクターは1体入れとくと結構安定して攻略の方できると思います。ちょっとこれね抜けるの早すぎましたね。はい。でボス位置はね右下の数字までに倒してください。はい、ボス2戦目でございます。まず左側の鳥をねとにかく処理したいですよね。なんでこれ縦でいきます。で攻撃力が上がってない状態でも結構ね弱点を2往復ぐらいで結構潰せたりもするんで、最悪ね、まあ、触れないけどなんとか潰せる位置にいるなと思ったらぜひね狙っていくとねいいと思います。で次の優先順位はねなるべく、右側のこの可愛らしいやつなんですけど、この大きい数値が防御弾を放ってくるのでこいつも優先的に、倒したいなという感じですね。であと気をつけるべき点はこの下の騎士、こいつの3ターンが白爆発で、まあ、食らうと、まあ、ほぼほぼお亡くなりになるっていう状態になっちゃうので、なるべく優先的に、処理をする。はい、でこの状態になったらレチリードを処理していくっていう形がね一番ベストだと思います。結構ね騎士の処理間に合わずに負けるっていうパターン多いと思うので、まあ、優先順位はね、まあ、そうなるかなっていう形ですね。だから騎士とこの可愛らしいなんか呪文みたいなやつ、あいつどちらかの優先順位が変わるかなぐらいの感じで、基本的にはねそういった形になると思います。でこのウィンドンの、真ん中の数字、これもね注意です。これも即死になっちゃうんで、それまでに、レチリードも処理しないと、即死攻撃を食らってしまうので注意してください。はい、ということで、バトル3に入りました。でこちらはですね、このボスと、横にいる鳥さんで、この鳥さんなんですけど、実は攻撃力が上がった状態、味方触れてあそこのボスと反射でボスと鳥の間にガンって入ると結構ねダメージ稼げるんで、これはねもうそのまま鳥は処理できるなということで、あのままはめて鳥の処理を優先させました。であとは、バランの右下の数字、あれが即死級の落雷が降ってくるので、それまでにバランを削り切る。でウィンドウがね2体までしか対応してないので、どうしてもね集められてそこにねレチリのレーザーどんどん食らっていくと HP ちょっと怖くなってくるので、まあ、なるべくレチリも優先的に潰す。でレチリが潰し終わったらもうあとはバラン本体を、殴っていくだけになるので、まあ、そういった形を踏んでもらえればここは問題なく攻略できると思います。キーハートはね、まあ、育てれたんで、まあ、問題はなかったかなっていう感じですね。で、ちょっとね、台、側室つけてる人は問題ないかもしれないですけど、これ、側室ついてない台なんで、極力ね、ある程度ターンギリギリ、まあ、調整して、ちょっとずつ削っていって、抜けようっていう形をとってます。まあ、台のねストライクショットに結構頼るシーンは大体あると思うので、台ね2体いるだけで本当に楽。台1体だとやっぱね難易度はねどうしてもねかなり跳ね上がります。なんでまあでもね台1体でもまあこの編成だったらやりやすいかなと思いました。
結構ねシンドバッドの加速がねいい仕事してくれるんで、まあ安定しましたね。このパーティーが結局一番はい、ということでボス戦です。でボスもまずはレチニードを優先的に潰しちゃっていいと思います。で反射で左右に弱点くるんですけど、あれね反射でね弱点判定拾わないんですよね。なんで基本ここは貫通で、処理をしていくっていう形になるので、あとはこの左側の丸に囲まれた数字、あれを2発打つと魔導士が呼ばれる。で魔導士が呼ばれると、ボスが防御ダウンが入るので、そこからがね勝負になってきます。なんでそれまではまあレッチリ処理したりとか、なるべく削っていくっていう形をね取っていけばいいと思います。だからこれちょっとねちょっと気づいたのが結構遅くて、これネフティスね打っちゃってますよね。これもうちょい後でもダウン入ってからでも十分だったかなと思う。ダウン入ってからのが効果的だと思います。ちょっとね、こうやって見返してみると、あ早いなと思いました。でまあちょいちょい削っていくと、まあでもねやっぱ結構削れますね。うん、ただ効果的なのは、やっぱりダウン入ってから打った方が効果的かなっていう感じはします。ダイが強い、ミスったのにあんだけ削ってるっていう。はい、これで呼ばれたんで、ボスダウン入って、ここからがね勝負ですね。ここからはやっぱダウン入るんでめっちゃね削れてきます。ゴリゴリ削れていきます。あとこの落雷がね結構いい仕事をするなという形ですね。はい、こんな感じで抜けました。ダウン入ってからやっぱねそっからがね勝負だなという感じですね。ただネフティスね早めに打ってるんで最終でもねまた打てるんじゃないかなと思います。ネフティスはねSS のターンがめっちゃ早いんですよ。これはね横で潰して、なおかつレチリもね潰しにいってると思います。はい、これでね2体処理できたんで、あとはね上のあの可愛らしいなんか浮き輪持ったやつをあいつがね防御ダウンしてくるんで、まああれもね早めに処理したいな。最悪まあ残ったとしても、まあ多分やられることはないかなと思います。火ダメはやっぱ大きくなっちゃいますけど、そこ即死級になるかって言ったらそこまででもないかなっていう感じはしました。なんでまあ適当に殴ってる間にまあある程度削って潰せたらねいいかなぐらいの感じで弾いてます。ただそろそろねやっぱ処理したいなとは思ってますが、まあちょっとやっぱねブロックの向こう側にいるんでなかなか処理できなかったなって感じですね。まあノンノがアンチブロック持ってるので、あいたねザコとかも処理しやすいんで、まあノンノでね潰せたらいいかなぐらいの感じで思ってたと思います。まあちょっと攻撃力上がってない状態でしたけど、まあ潰せたんで、であとは次のターンかな、次のターンでね多分ねダウン入りますね。でここで攻撃が来て、ここでダウンが入ります。ここからが勝負っす。で、シンドバットがいい位置にいたので、まあ変換プーンでね踏むか踏まないかちょっと微妙な位置だったんで SS 打って、まあ、確実に処理しに行きました。シンドバットね結構使いやすいですよね。でボス最終だったらウィンドウに座れて下の変換パネル踏むことになるんで、まあ、あんまね SS 打つ機会はないと思うんで、シンドバットの SS は2戦目で使った方がいいと思います。でネフティスで、まあ、極力ね右側の鳥さん潰したいですよね。ただねこれね右側に剣あるの嫌だなと思って、どうしたもんかなと思ったんですよね。これ剣あるんだったら縦で右にずれるっていうのもありなんですけど、まあ極力こう効果的な剣の感じは避けたいなということでちょっと避けました。そしたらウィンドウ座れちゃって変換パネルの上行っちゃったんで、
これレチリね、早めに潰すとこういったことになるんで、ちょっと注意かもしれないですね。レチリある程度残しとくと、あのウィンドウ持ってないキャラクターは変換パネルの上に行くことはないかもしれないです。でここで多分左側処理しに行くのかな、縦で。これ弱点さえつけば、まああれぐらいだと全然削れるんで、まあ、これで処理終わりました。あとはダウンが入ったタイミングで SS を打てればなっていう感じですね。多分シンドバットが一番取っても問題ないなと思ったんで、多分シンドバットで検討に行ってるんですね。はい、でネフティスもう一本溜まったんで、これで打ってきます。なんでやっぱあれですね、1ステで早めに打った方がいいかもしれないですね。そうするとね、最終でネフティスもう一本打てるんで。でこんな感じで弱点強化しといて、あとは大のストライクショットを打つだけですね。で次の攻撃でダウンがボス入るんで、まあ、そこで大のストライクショットを打って終わりという形になると思います。なんで、まあ、あの2発目の、この左側の必殺技が来たらダウンが入るって思っていただければいいと思います。そこにね、あのストライクショット最高火力を合わせていくと攻略の方ね、かなり安定するんじゃないかなと思うので、よかったら皆さんね、あの参考に、まあ、そんな形であの攻略の方してもらえればねいいと思います。でまあ台をね2体積むとかしていただければかなり楽には攻略できますが、どうしてもね台持ってない人、フレンドの台を使うしかないっていう人はね、もしこのパーティー組めるのであれば、よければね参考にしてほしいなって思います。はい、こんな感じで攻略できますので、よかったら皆さんもやってみてください。ということで今回これで終わりたいと思います。それでは皆さん、いい夢見れる、ありがとうございました。最後までありがとうございます。またお会いしましょう。